はい、どうもこんばんは。皆さんいつもご視聴ありがとうございます。もうすぐねチャンネル登録4000人ということでね、4000人到達したらプレゼント企画をねご用意しておりますんで、ぜひ今のうちにねチャンネル登録をしておいてください。よろしくお願いします。話題が変わっちゃうんですけど、今回ですね動画にしたのもですね、最近僕の身に起こった奇妙な出来事、心霊系のその怖いっていうよりは人が怖いっていうようなお話になるんですけど、先月の出来事なんですけど、まあ、6月末ですね、動画編集するときは、まあ、事務所を使用してるんですよ。で、まあ、21時頃ね作業が終わって事務所を出ようとしたら玄関を開けるじゃないですか。そしたら男性が立っていたんですよ。運送業者の方かなっては思ったんですけど、まあ、業者の方って制服があって制服着てると思うんですけど、見るとね私服だったんですよ。なので何の用ですかって尋ねると、表札を見ていたって言ってるんですよね。しかし僕が使用しているのは自宅じゃなく事務所なんで、表札なんかないんですよ。なのでまあおかしいなと思い、口調強めにね、気持ち悪いんですけど何の用ですかってもう一回聞いたんですよ。そしたらその男性、誹謗中傷を受けてると怒鳴り出したんですよ。とっさにね YouTube のリスナーさんのリアトツかなとかって思ったんですよ。ですが僕は住所も公開してませんし、動画を配信する側なんで誹謗中傷されることはあってもすることってないんですよね。まあそんなことを考えてると、その男性に逃げ出したんですよね。でまあ逃げた瞬間もすぐおかしいって気づいたんです。なんですぐ追いかけました。追いかけて、動画を撮りました。その映像がこちらです。ああそういうことはいかんな、動画撮るとか。いやいや、あんた今うちに玄関前にしてて。謝ればよかったよ。ああそういうことはいかんな、動画撮るとか。いやいや、あんた今うちに玄関前にしてて。謝ればよかったよ。どうですか皆さん、こんな人が玄関開けたら立ってるんですよ。怖くないですか。普通に怖いポイントとしてね、まあ2つあるんですけど、まあ1つはね、まあ今お話した通り、夜玄関を開けたら男性が立っていたって、はい、まず怖いじゃないですか。1つで、もう1つがね、僕が使用してる事務所、本通りから1本裏に入ったところにあるんですけど、階段をね10段上がんないといけないんですよ。ということは確実にね、事務所に用事がある人しか登ってこないんですよね。いやもちろんその後警察を呼んで対応してもらったんですけど、まあ、結果的にねその人はまあ、注意されただけで帰ったっていう。もちろんね危害を受けたわけではないですし、警察の方と話してまあもう二度とないようにしてくださいねっていう話で、まあ、その場をこう終わったんですけど、これだけじゃないんですよ、まだ続きがあってお話に。その翌日ね、近隣の方から聞いたんですけど、僕のね事務所の隣のね自宅に空き巣が入ったらしいんですよ。しかもまだ犯人が捕まってないっていうんですよ。こんな偶然あります？この2つの出来事、不審な訪問者と近隣での空き巣事件、僕はねこの2つなんかつながってるような気がするんですよね。皆さんどう思います？まあ一人でもね多くの方にねご意見いただきたいんで、コメント欄でねぜひ書き込みの方よろしくお願いします。いやーマジで怖いっすよ。毎日ね身の危険を感じながら事務所を使用してるんでね、しかも空き巣事件もね実際あった話ですし、今後ね何が起こるか分かんないと思ったんでね、今回動画にさせてもらったんですけど、空き巣事件ね、犯人がまだ見つかってないんだったら事件解決本当に願います。今回ねこういった暗いお話になっちゃいましたけど、まあまあこんなことが起きてるんですよ。今後もね、まあ、何かありましたらお伝えしていきたいと思いますし、ぜひねチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。